た釣れちゃいました。あー、この川にほんとおるんやったら楽しいわ。測ってみます。測ってみます。動かんで14センチぐらいかな、尻尾まで入れたら。14センチ、15センチか、下の尻尾までいったらね、15センチ。ゆきめちゃんありがとう。はい、いいよ、行くよで。反対だよ。え、はい、ありがとう。前回主がいたポイントにやってきました。今日はミノをつけてます。ミノでちょっと行ってみたいと思います。もういきなり主ポイント狙います。この方向です。届きませんでした。ヤマメちゃんでした。本日2匹目ありがとうございます。先週からずっとミノーで釣れております。小さくても測ります。よいしょ。ちょっと待ってね、すぐ終わるけど待ってね。大体で息測らせて。ゼロ。あー、これも15.5ぐらいかな。まあ大体そんくらいです。リリースします。ありがとう。まだ釣れそうな気がするので頑張ってみます。でかいのゲットしました。いいサイズです。いいサイズです。もしかしたら今年最大かもしれません。おお、元気がいい。おるね、やっぱここ。いいね。おお、元気がいいです。測ってみます。記録は22センチかな。22センチ、ちょっと超えとうか。23センチか。お、23センチぐらいだと思います。あー、そうやね。23センチ、ここの尻尾まで。23センチやね。ごめんね。ごめんね、水槽が狭かったね。ごめんね。ちょっとだけ釣らさせて。ありがとう。今年最大です。23センチ。
23センチででかいとか言ってお恥ずかしいですが、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ここで釣りました。見えるかな。ここで釣りました。めっちゃ釣れるんやけど、どうした。雨が降った後やけかな。測ってみたいと思います。今度はちっちゃい。さっきのはいい方やったけどな。今度は15センチぐらいかな。まあ大体でいいです。大体でいいです。と言いつつ、ちょっと待って、ちょっと待って、お願い。ゼロ地点、よし。17センチぐらいでしょうか。17センチかな。ありがとう。はい、ありがとう。下行ったね。さあ、5匹目が釣れるでしょうか。頑張ります。5匹目をバラしてしまいました。あー、よし、頑張ろう。もう1匹釣りたい。頑張ります。ここもいそうな感じです。この泡の中にいそうです。超ちびっこが釣れました。ちびっこが釣れました。映っとったかな。ちびちゃんでも測ります。ちっちゃい、いや、ちっちゃいでもいい、ちっちゃいでもいい。5匹目やん、嬉しい。1日で5匹はないぞ。初めてだぞ。何センチか、13センチかな。13センチのおちびちゃんでした。ありがとうございます。どうぞ。ありがとう。やめます。いや、しかし今日は良かったです。自身初の1日5匹6匹目がねバラしてしまったんですよ。いやー、でも嬉しい。5匹そのうち1匹が23センチでした。例の主のポイントでしたが、主はまだでかかったような気がするな。まだ大きかったような感じがします。非常に楽しかったです。お疲れ様でした。